東京都立みのるが、岡高等学校は、東京都中野区城、詐欺宮五丁目に所在する、都立の高等学校。なお、2016年3月現在もこの系列は、形式上存続しているが、実際は機能していないため、ほぼ入試問題用として使われている。都立高校改革推進計画に基づき、の、各都立高校の定時制が統合され、2007年4月に、 東京都立四谷商業高等学校校舎内に開校したチャレンジスクールである。当初は東京都立中野地区チャレンジスクールと歌唱されていたが2006年7月27日に公明が東京都立実が岡高等学校と発表された。基本的に入学試験に学科試験はなく出願と同時に提出する。 志願申告書と試験日に作文と面接での試験を行う。内申書は必要ないし採点対象にならないが、提出した場合は、生徒理解資料として使われる。そのため、中学校で不登校になっていて、出席日数が皆無であったとしても出願できる。以下が配点である。二千十七年度より配点が変更され、死願報告書が百五十点から百五十点になり、 面接が500点から600点に変更されている。2016年度まではこのような形態であったが、2017年度から変更になり、二つの科目が統合された。科目名はコーピング。コーブクと呼ばれるスーツや礼服に似た制服があり、その着用方法が厳密に定められている。高速に沿わない着方や、髪染め、化粧、アクセサリーなど指定されていない。 装飾品は一切認められない。制服は着崩す、髪を染める、ピアスをするといった拘束に従わない生徒には、特別指導という指導を1週間から2ヶ月程度行い、是正が見られない場合、退学、または定額処分となる。特別指導とは、学校生活態度によって指導がされ、5回受けると退学処分となり、指導内容によっては1回で、定額処分。 または退学処分にもなることがある。他の生徒に被害が及んだ場合の指導はかなり厳格とされる。富士見台駅から高校まで少し距離がある。自動車でのアクセス。ありがとうございます。